こんにちは、すみなです。大阪府と奈良県にまたがって美しくそびえる二条山、本日は奈良県側より御岳山頂へ向かって歩いていきたいと思います。それでは行ってみます。大和高田バイパス沿いに大きな排水タンクがございます。登山口がこの近くにございます。5000トンの排水タンクのそばに上の池登山口がございます。現在地こちらですね。上の池の横より登ってまいりまして、御岳山頂を目指してまいります。約 2.4 キロとのことですね。はい、それでは扉を開けて登山道へと入ってまいります。左手に大きなため池がございまして、あちらのため池が神の池という名称なんですかね。もう少し歩きますと、もう一つ池があるんですよね。もう一つのため池まで参りますと、やがて銀峰ルートとの分岐のポイントとなります。こちらが銀峰ルートとの分岐の場所ですね。こうも歩いていけますし、こちらからも歩いていけますと。銀峰ルートとか外環道に向かう方向ですよね。はい、私は本日御岳山頂へと直進してまいります。バイパスの隣を歩いている時に、今日は随分強い風だなと思ってたんですけども、この辺は比較的に風も穏やかで歩きやすくなっております。今日は随分と水量が少ないですかね。体が少しずつ温まってまいりました。心地よくなってまいりました。こちらを右手まいりますと、やはり外環道へと続いていくんですよね。はい、左手歩みをてまいります。おおむね週に一度ぐらいのペースで山歩きを続けているんですけどもね、先週は所用が重なりまして、行けませんでしたので、約2週間ぶりの山歩きでございます。吐く息も白く、頬に当たる風も冷たく感じますが、澄んだ感じがとてもいいですね。はい、次なる分岐のポイントへと参りました。こちらにご案内図がございます。
このような感じで登ってきたんですね。で今道が分かれております。こちらを直進していきますと、ここの景観もなかなかいいんですよね。ですが今日はこの急な登りの方に行ってみようかなと思います。先ほどの分岐を左手へと進路をとっております。お、確かに急な感じですかね。なかなかの登りでございますが、このような感じで歩きやすい道ではあるんですよね。休憩ポイントかな。はい、ベンチもございまして、こっちにもあるんだ。はい、引き続き歩いてまいります。この辺はフラットな感じかな。木々の合間から右手に尾だけが見えますね。お、こちらは見晴らしがいいのかな。うわー、柏市が一望ですね。この辺りはベンチがたくさんあるんですね。引き続き尾岳山頂へと向かっております。6号目と、道はこのような感じでございます。なだらかに登っております。このルートはベンチがたくさんございますね。ガッドな道を歩いております。そろそろ他のルートとの合流ポイントではないでしょうか。はい、合流ポイントへと参りました。こちらは二条神社口から登ってきた道ですね。ここが先ほど分岐した道から登ってきた道なんですよね。それでは引き続き歩いてまいります。目の前のあたりで道が左手へと折れているのですが、このあたりから少しきつめの登りとなりますかね。勾配の真下、階段を一歩また一歩と進んでおります。
さらなる階段がございますね。はい、滑らないように歩いてまいります。さすがにこの辺りまで参りますと額から湯気が出てまいりました。ポカポカでございます。登りが続いております。なかなかの登りを歩いて参りまして、この辺りで道が右手へと折れるのですが、少し緩やかな道へとなるんですよね。なだらかな道をゆったりした気分で歩いております。風は冷たくございますが、もうすでに汗びっしょりです。はい、こちらで大岩方面より登ってきた道と合流ですね。はい、小岳山頂へと到着いたしました。小岳517メートル、本日の山頂の様子です。はい、宇治に下山してまいりました。登山口に大きなご案内図がございまして、柏市一望ポイントと書かれているんですけどもね、まさにとても見晴らしのいいポイントでございました。おかげさまで本日も楽しく山歩きをすることができました。ご視聴いただきありがとうございました。すみなでした。